かさず巨人がチャンスを作っています。引っ張った、内野の間を抜けた、鈴木隆弘が帰ってきた、クロスプレーはアウト、筒香を刺した、鈴木がタッチアウト、筒香が刺しました、スーパープレーです。スタート遅れたんでしょうかね、何ですかね、完全にジャイアンツファン、ベンチこのボールでした。遅れていませんね。はあ、まあ、打球の速さもあってちょっと都合は若干前だったかもしれませんが、それでも鈴木隆弘の足ですから、そうですよね、はい、勝負に行ったジャイアンツ、なんと鈴木がホームタッチアウト、すかさず巨人がチャンスを作っています。スーパープレーです。スタート遅れたんでしょうかね、何ですかね、完全にジャイアンツファン、ベンチこのボールでした。鈴木がタッチアウト、筒香が刺しました、内野の間を抜けた、鈴木隆弘が帰ってきた、クロスプレーはアウト、